やっほー、今日は久しぶりにアンディとランチデートに行ってきたので、その時のファッションだったりメイクだったりいろいろ紹介していきたいなと思います。まず今日は最初にこのニューフェイスっていう美顔器、最近毎日のように使ってるのでちょっと紹介します。これはね、アメリカの FDA が唯一効果があると認めた微粒電流の美顔器になってて、首元だったり、あとはこういうフェイスラインめちゃくちゃ使えます。骨をねすごい綺麗に強調してくれたりするし、痛みとかも全然なかったりするので、最近はねこれ毎日のように使っています。こうやってね置けるので、いつもベニティの上に置いてあります。気になる人いたらよかったら調べてみてください。下にリンクも貼っておきます。で、最近このね化粧水使ってます。すごい好きで、あとこのコラーゲンドロップも本当に3滴ぐらい毎回使ってるんだけど、使うとやっぱりハリ感だったり違うなって思うのですごい気に入ってます。あとはフレスカ、いつものように使っていきます。そして化粧下地はこのアミのすごくお気に入りなザセムのプライマーと、今日はファンデーションナーズ使います。これやっぱりすごく好き、カバー力もすごいあるし、結構薄付きでツヤ感も出してくれるので、これやっぱり好きだなって実感しました。で、コンシーラーもね久しぶりにナーズ使って目の下だったり気になるところ少し置いていきます。やっぱこのコンシーラーはねパサつきもさせないし、すごい綺麗にこうやって馴染んでくれるので好きだね、ナーズのコンシーラーファンデーション。そしたら次はこのシャネルのブロンザー、本当にこのクリームブロンザーはめちゃくちゃいい。見て見て見て、この綺麗なぼかされ加減、本当に塗ってて気持ちいい。でこのねマックの130番との相性もすごく良くて、このフェイスラインもすごく見て、この綺麗に馴染んでくれる。だからやっぱりこうファンデーションとの差だったりとか首出たりすることあると思うんだけど、やっぱこうやってね綺麗にぼかしてあげることによってそれも解消されます。そして次にローラメルシエのこのトランスルーセントセッティングパウダーのグロー、これは目の下は下げて今塗っています。やっぱ目の下はねそこまでツヤ感出したくないので、最近はねこの KKW ビューティーのこの1番のブライトニングパウダーをこの筆で目の下だけのせています。目の下とあと T ゾーンかな、明るくしたいなって思うところをハイライトとしてのせるようにしています。これねすごくねお気に入りです。変に乾燥させないし、しっとり綺麗に目の下だったりとか T ゾーンだったりあのハイライト効果出してくれるので、これを最近使っています。そして次に久しぶりにこのベッカのブロンザーとチークを使っていきます。これはもう本当にお気に入りのお気に入りで、まあねあのシャネルのブロンザーで結構ブロンザーはもう入ってるので、まあ、軽くささっと入れていってあげて、そっからこのチーク、本当にこのチークは本当に本当に可愛すぎて、色もいいし綺麗なこういう光沢作ってくれるからすごくお気に入りです。やっぱこれは再実感したね、またこの時使って久しぶりに、本当おすすめ。そして次にこの Too Faced のチョコレートバーアイシャドウパレット、この色を取っていって、まずはクリースにのせていきます。ほんとまぶた全体から結構網はね外側まで入れていきます。目と目近いので広げて入れていってあげます。そしたらこの色をブラシを変えて、ちょっとちっちゃめのブラシにして
またクリースの部分に置いていくんだけど、くぼみを中心に置いていってあげます。アイシャドウは基本的にアミはレイヤーを薄く何回も入れてあげることによって綺麗にぼかせるかなって思うので、何回も色を重ねてあげます。そして今度はもうちょっとちっちゃいブラシ取って、なんか腕についてる、気にしないでとこの色をね取っていって、際の部分中心に入れつつ、くぼみも少し入れてあげるっていう感じで、若干濃くね入れてあげます。そしたら次にこのシマがかったブラウンを黒目の上に置いていきます。で、見るとわかると思うんだけど、思った以上にちょっと結構濃く発色したので、まあちょっとねスモーキーなラメ感は出したかったんだけど、ちょっと濃かったので、ハイライトパレットね、これを使ってゴールドの色味も入れつつ、ちょっと色をね中和させていきます。もうちょっと黄みがかったゴールドも入れたかったので、このシングルシャドウを目頭から黒目の真ん中ぐらいまでちょっと入れます。ラメがこう入れられたら、外側がねちょっとまだ綺麗にぼかせてないので、いろいろ綺麗に整えます。そして次はアイライナー。今もうまつ焼けがついてるので、黒目から眉尻に向かって外側だけアイライナーを引いていきます。そしたら次にこのちょっと濃いめのブラウンを小さなブラシにとって、目尻側にアイライナーのね上らへん、アイラインの上らへんに入れていってあげて、ちょっと目元を締めてあげます。そしたら次に下まぶたです。小さいブラシにこの明るめのブラウンをとって、アイシャドウを置いていきます。そしたら次にこのもうちょっと濃いめのブラウンでねを、下まぶたの内側にこんな感じで入れていってあげます。そしたらこのちょっとベリー系の色を軽くさっさっと、ちょっと赤みが入れたかったのでこんな感じで入れていってあげます。そしたら次にこのピンクのパールを目頭の方に軽くのせてあげます。そして最近このね、また久しぶりにアナスタシアビバリーヒルズのディップブローを使って、眉尻だけね結構消えちゃうことが最近多かったので、眉尻だけはこのポマードでアイブロウを描いていきます。そしたらいつもと同じように LA ガールのブローペンシルで全体的に眉毛描いていきます。そしてもうちょっとね消えないようにしたかったので、トランスルーセントパウダーを今みたいに眉尻の方だけにこんな感じで置いていって、その上から整えてあげたり色をねまた足してあげることによって、ほんと消えなくなるので、このやり方おすすめです。そしたらハイライトは今日はこのパレット使っていきます。この2色混ぜてハイライトを置いていってあげます。鼻のねハイライトとかは必ずこのちっちゃなブラシにとってから、鼻の一番てっぺんと目と目の間に置いていってあげてます。このハイライトすごい発色がいいので、スポンジで軽く押さえます。そして最後にこのミストやってから完成です。でヘアと着替えをしてからリップをつけていきます。で、髪の毛はね、前回のビデオで巻き方を教えてたりするので、よかったら見てみてください。トップスはミシーエンパイア。下のパンツがね、ちょっと名前忘れちゃった。ごめんなさい。思い出したら下に書いておきます。で、リップは今日は KKW ビューティー。この色ね、やっぱすごく可愛いです。
このリップライナーで輪郭囲っていってから、このイラマキアージュのカイリーちゃんとのコラボのリップスティックをこんな感じでポンポンポンと置いていってあげます。そして最後に大好きなエルフのリップグロスを中心だけに置いていってあげます。基本的にいつも持っていくコスメはリップ一色とアイブロウペンシルだけ。お化粧直しはもうほとんどしないです。で、今日はね履いていくのがイエローのこのヒール、やっとの思いで履けたって感じ。コロナが始まった時に買ったので結構ね歩きやすくて良かったです。超可愛いよね。そしてアナルイサのリング、この間ゲットしたやつと、あとは今日はねヘビちゃんのこのピアスをつけて完成です。そしてみんな、コミュニティがやっとオープンしました。ギブアウェイやっていたり、ライブもやっていたり、いろんなコンテンツを配信しているので、みんなよかったら下にリンク貼っておくのでチェックしてみてくださいって感じで、今日見てくれてありがとう。参考になったよって人はいいねとチャンネル登録お願いします。じゃあねー。